我らは砲兵隊、燃えたぎる闘志のタフガイだ。 EDF すまない。 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。いや、 EDF5 めっちゃ面白いですね。おかげさまで編集が全く進みません。いっそのことレビュー動画作ろうかなって思ったぐらい、ちょっとね、もう同時進行できるんでね。今回はですね、実はね、そろそろスニークフードを購入しようかなと思ってるんですけども、その時にね、キャップをね、こう前向きに、ちょっとこれかぶれないので、キャップをね、前向きにかぶって行かない。できた、できた。キャップをね、前向きにかぶって、まあ、もっとボッとなってるんですけど、こんな感じでね、かぶりたいなと思ってるんですけども、でもね、前向きだと、この前に紹介したね、こういうのもそうですし、まあ、こういう系のね、バンドタイプの、まあ、ゴーグルだったりね、フェイスマスクがつけれるんですが、まあ、うまくね、固定ができないんですね。なので、その対策として購入したものをご紹介します。発明かどうかはさておき、それではご紹介します。今回はこちら、サイクリング用のインナーキャップのご紹介です。サバゲーでキャップをかぶる方は多いかと思われます。フリーサイズのものだとこのように後ろ向きにかぶるとおでこが見えちゃうんですね。なので、まあ、キャップは前にかぶりたいんですけども、そうするとね、フェイスガードだったりゴーグルのバンドが後ろに行った時に、まあ、固定ができないのでね、ちょっと何だろう、扱いが難しくなります。なのでキャップを仕方なくね、後ろ向きにかぶってまあこのつばのところでね、バンドを止めて固定したりということで、意外とね、キャップをかぶるとなると制約が多いです。だいたいね、キャップかぶってる人は後ろ向きにかぶってるか、前向きの人は高確率でフェイスガードはつけてませんね、私の見る限り。まあ、というのも、そういう意外と制約があるということが背景にあるんではないかと思っております。またね、そもそもね、キャップ以外のブーニーハットとかだと、またもうフェイスガードのゴムがうまく定まらないということで、フェイスガードがつけられなくて困ってる方も多いんではないでしょうか。そんな様々な問題を解決するのがこのインナーキャップということですね。これはね、またまたサイクリング用のもので、まあ、前回のね、このフェイスガードと同じで、価格は1000円ぐらいですね。ちなみにこれ、違う色の結構かっこいいやつもあったんでね、探してみてください。元々はね、これ帽子やヘルメット、あ、帽子はちょっと違うかもしれませんが、ヘルメットの中にかぶるようなキャップで、速乾素材のね、涼しいものとなっております。私はこれをキャップの中にかぶって、シャーロック・ホームズの鹿打ち棒みたいにならないか、最初ね、鹿打ち棒買おうかなと思ったんですけど、意外とこんないいものがあったので、こんな感じでね、ちょっとね、見えてね、ちょっとギャングっぽくてかっこいいんですけど、この目出し帽だとちょっとあまり伝わらないと思いますが、実際はもうちょっとかっこいいんです。しまったな、狩山田さん呼べばよかったな。これにより、普通に前にかぶったキャップやブーニーハットなんかも、見えましたかね、このように引っかかりができるため、フェイスガードやゴーグルのバンドが見えてますかね、わかんないですが、ここに引っかかってね、かっちりと決まります。そして何より、ちょっと単純にこっから見える感じがかっこいいということでですね、私的にはこうして、このね、こっから生え際が見えるのがちょっとね、あんまり好きじゃないんですけれども、こんな感じでね、かぶるのも これはちょっとダサいですが、こんな感じで被るのも結構好きです。で、後ろにね、ここにバンドがはまるので、いい感じで、これでもいい感じになるかなと思います。
これね、カラーもね、結構20種類ぐらいあるので、結構ね、サイクリング用品ってね、いろんな色が取り揃えられていて、選ぶのだけでも結構楽しいです。で、値段もね、1000円ちょっとでお手頃なので、マスクと合わせてね、これもいいかなと思っております。まあね、特にね、このブーニーハットとかの方も、結構フェイスガードつけてない方が多いので、まあ、いろんな色もあることですし、これをね、中にかぶって、フェイスガードをつけるということで、皆様の装備選びのイマジネーションの参考になればなと思っております。それでは、最後にご視聴ありがとうございました。